多くの人は西郷さんといった時に歴史上の人物として、ね、明治10年で終わった人、ね、自分とは関係ない、この社会とは関係ない思っているかもしれませんけど、西郷さんはその150年前にちゃんと未来の私たちが幸せになるための法則を残してくださってた、ね、詳しくはまた別の機会にまた何度でも言いますけれど、ここにあります、敬うべきは天であって人ではない。だけど私たちはつい人からどう思われるのか、これをしたら人から褒められるぞ、これをしたら人から批判される、そんなもので自分の行動を決めがちです、お、これは人にバレない、誰も見てない、人が見てるか見てないか、人が気づくか気づかないか、バレるかバレないかで、物事を判断しがちです。その基本的なところで天を敬う、お天道様が見てるよ、誰にもバレなくても自分にバレてますよ、人は他の人に自分はこう見られたい、いい人だと思われたい、信頼される人間だと思われたい、そしてその人の前でいろいろ演技をします、時には嘘をつきます、だけど漂う その人のオーラは、実はその人が自分のことをどう思ってるかでオーラができるんです。つまり私が私のことを、一つだけ言えるのはですね、よく言われるんですけど、南北さん幸せそうですね、そう、ここに幸せのオーラがあるわけですよ。それは私はこの年になってこんなことができるなんて、なんて幸せもんだろう、朝起きた時にありがたいな、幸せだな、おかげさまってでつい出てくる、朝起きてなさねばならぬことがあるんですよ、これ幸せです。天を敬う、人の評価を求めるんではなく、お天道様に向かって恥ずかしくないのか、つまり自分にとって恥ずかしくないのか、自分が誇らしいことなのか、やはり基準を一番大切な人間関係、それは自分との関係です。生涯付き合わなきゃいけない、生涯自分の全てを知っている、この自分、この自分との折り合い、これが人前でいろいろいいふりをしてもそうでない自分がいるとき、自分で自分をやっつけ出すんです、自分で自分を軽蔑するんです。一番大切な人間関係、自分との関係を今からでいいですから、迷った時に自分の真心に従って行動しましょう、それが経営天、天を敬う、天を一番大切にする、最も大切な価値観としていく、そういうのが経営天である、それが幸せへの道。愛人、人は咎める対象じゃありません。うまくいかないときに、あいつのせいだって、人の悪口を言うために人はいるんじゃない、あるいは、自分を評価してくれる人としているんじゃない、ただひたすらに見返りを求める、見返りを求めたらですね、これ愛じゃないんです、取引です。 愛には見返りはありませんけど、結果として見返りを求めない愛には必ず見返りがあるんです。不思議な世界です、この天地自然、与えれば与えられるんです、取ろうと言ったら逃げていくんです、
使えば増えるんです。楽したら弱るんです。そういう天地自然の法則に従って、目の前の人の喜びのために少しでもお役に立ちたい、この経典愛人が実は人にとって幸せになる、つまり人は何のために生まれ何のために生きることが本当の人の幸せなのかの答えなんです。そしてこれを学ぶ機会を多く持っていただくというのが私のミッション。そして今ミッションとしていろんな対象、私もいろんな勉強会とかやってきました。だけど一番効果的だなと思ったのが、そう、幼稚園生ぐらい、三つ子の魂100までです。今日はその話をちょっとしようかなと思ってます。私はこの場所で、実は3歳から9歳までの子どもたちを集めて、敬愛私学校という学校をというか塾というか、ここでは学校の勉強を教えるんじゃないんです。人の道と接してもらう、小さいうちに接するもの、この子たちが三つ子の魂を持って人生を歩むのに少しでもお役に立ちたい、そういうことで、昔薩摩では五重教育というのがありました。五重というのは、ふるさとの里に中って書いて、これを五重と言います。わかりやすく言えば町内会です。昔は学校という、とにかく藩校はありましたけど、全員が藩校に入れるわけではなく、町内会で、特に薩摩では江戸時代、年上の者が年下に教える、つまりそこには先生がいないんです。そういう、昔は稚児と言って、わかりますよね、お稚児さんと言って、だいたい3歳から5、6歳まで、そしてそれを卒業して、今度はおせちごという長いちごと書いて、前言えばちごを教える役割がおせちごの役割だったんです。そしてそのおせちご10歳前後の子供のところにちごが行って、そしてそこで、昔は四書五経、論語とか、孟子とか大学とか、そういう人としての道、リーダーは、君主はこういう場合はこうするとかね、いろんなそういうリーダーのための、あるいは人として大事なことを、意味はわからないんですけど、論語を師のたまーく、孔子様はこうおっしゃってる、学びて時に習う、また喜ばしからずや、意味なんか分かりません、だけど言葉でもって素読して、言った言葉を一番最初に聞くのが自分です。この繰り返しで自分の中に、種をまいて、そしてそこから青年期にしっかりとしたバックボーンを持った人間として育っていく。そのために私はこの西郷さんの経典愛人を所属として選んでます。他にもあるんでしょう、般若心経でもいいかもしれません、いろんな教えがあるかもしれません、だけどこれは西郷さんが山形県庄内藩の人たちに、先生、経典愛人ってどういうことですか、教えてくださいと言った時に、この言葉は一言一句西郷さんの言葉です。だから私はこの言葉を子供たちに、所読してもらってます。最初は親と一緒に、親が読んで子供も読む、ここに勉強しに来たら一行一行言葉を覚えていきます。
3歳の頃、ね、ひどかったですよ。この上にね、足を乗っけたりね。でだけど私、一つだけ始めるにあたって誓ったことがあります。絶対言わない言葉、静かにしなさい。今まで一回も言ったことありません。静かにしたら子供じゃないんです。静かにしできないのが子供なんです。いろんなものに、ね、興味を示す、それが子供です。だけどちょっと集中した時に教えるんです、ね、そしてこの経典愛についてはたびたび繰り返し繰り返しこの YouTube を通じてでもお伝えしますけれども、今言った、ま、あの敬うべきは天であって人じゃないよ。お天道様にバレバレですよ。何よりも自分にバレバレ、自分の行動誰も見てないからいいんじゃないか、そんなことはない、自分が見てる、それがあなたを作るんです。どんなに装っても飾っても嘘をついてもバレバレですから人に、だからまず自分に誠を尽くす、これを意識していきましょう。私もできないですよね、完全にできてはいませんけど、いつもそっちの方向を向いているつもりです。今日のテーマ、ね、これ、まず経典愛人の素読、この意味は毎日毎日やってるうちに自然と身についてきます、ね、そして、あの忘れましたけれども、私のこの敬愛士学校、敬愛というのは敬天愛人をもじって敬愛士学校というのは、西郷さんが昇天録といって昔維新に貢献したということで多くのお金をもらったんです。それを学校につぎ込んだ、この士学校という学校を作って、ここで青少年の育成を始めたわけですよ。で私はこれは私が作った文章、敬愛士学校をどういう学校にしたいか、もちろん学校という学校みたいな組織じゃないです。塾といっても小さなコーヒー店の休みの日を利用した学校です。木は優しくて、はい、大事なのはこの木、木と心違いますよ。木は優しくて心は強く、当たり前のことを当たり前にできる天下の善士を育成する。善士というのはさっき言ったように、善人というのはいつもいい人と言われたい、ね、人の目を気にしてます。こんなことしたら嫌なやつって思われないかなとかね。ここで言う善士は自分の真心に従って裏表がないんです。人が見てようが見てまいが同じように善をなす人をあえて善士、これは西郷さんが名付けました、ね、それを引き継いでこういう 人間、ね、育てていきたいと思って、なんと令和元年に一応スタートしたんですけど、コロナがあったりしていろいろな意味で本格的なスタートはまあぼちぼちという感じですけどやってます。そこで何を教えているかという点で、この3つ、経典愛人の西郷さんが言った言葉の素読と、そして、江戸時代にあったその五重教育で未だに残っている言葉、この辺の小学校でこれを校訓にしているところもいっぱいあります。負けるな、自分の弱い心に負けるな、恐怖疑い心配全部自分が作ったもの、それで自分はここの範囲だったらいけるというね、枠組みをしてしまうんです。誰かが作ったんじゃない、
天は無限の力を与えてますが、勝手に自分が安心だからということで、怖いもの、恐怖、疑い、心配、これで自分の枠組みを決めて、この中で遊んでいたら、行動していたら安心できる、ね、この前聞いてびっくりしました。高校生の希望進路、ね、小学生とか中学生は YouTuber とかね、野球選手とかね、例えばこの前 WBC があったから、おそらく来年は野球選手が増えるんじゃないですかね。あ、サッカー選手、あ、プロスポーツ選手、いいな。高校生になってのナンバーワンは何だと思いますか？ショックでした、ね、若いというか幼いというか青年というか、そういう人の希望第一、公務員です。いや、公務員が悪いと言ってんじゃないですよ。公務員を選んだ動機わかるでしょ。この範囲だったら難なく暮らせる、辛いこと苦しいことは少ないだろう、何度も言います。西郷さんが発見した人生哲学、辛いこと苦しいことが私たちを成長させるんだということ、これが天地自然だと思いませんか、ね、そのように私たちは辛いこと苦しいことを通じて自分の心の筋肉を高め、ね、人間として自分を誇らしく思い、人間として自分のことを大好きになる、ね、そのチャンスを若者と言える年齢からもう放棄して、安住の地を求め、公務員になった途端に年金の計算を始めるという、天から全ての無限の能力を与えられながら、そういうことをショックでした。だけど現実です。はい、話がどんどん逸れていきますけれども、お許しください。今日はじゃあね、この53君負けるだ、ね、自分が作ったバリア、ね、これに負けるな、壁に負けるな、摩擦に負けるなっていう意味ですよ。嘘を言うな、自分を飾るな、ね、自分によく見せたいなら分かるけど、人によく見せたいからといってね、嘘を言うんです、飾るんです、ね、ありのまま誠実に生きましょうって、ね、地に足つけたところからスタートすればいいんです、ね、負けるなの次は嘘を言うな、そして弱いものをいじめるな、はい、ね、ついね、人間の中で比較するんですね。俺あいつよりも強いとかね。だけどこれが卑怯につながるんです。弱いものをいじめるということは絶対負ける心配がない。例えば小学校6年生になって新入生の1年生に、おらっつって、ね、俺は強いぞって、卑怯ですがね、何人かで一人をやっつける、だ隠れたところで絶対自分がやってると気づかれないところで誰かに嫌な思いをさせる、卑怯者ですがね。昔々薩摩では、ね、薩摩では 25% が武士でしたから、武士として一番嫌なことは人から卑怯者と言われること。一番の誉れは勇気があるということ。
弱い者をいじめる、武士として恥ずかしいこと。なぜこれをわざわざ、これ江戸時代にこの言葉できたんですよ。実はね、封建時代、身分がちょっと違うだけでね、下の者に対して威張るやつがいるわけですよ。それは武士道に反する。だけど現実に日常生活の中で、家老様は偉いかもしれないけど、家老の息子は同じ子供じゃないか言っても家老の息子なんです、そういう封建時代、あえて、万民に優しくすることが人間として正しい道ですよと教えるためか知らないですけど、弱い者をいじめるんだって、これが書いてあります、そしてこれも徹底してやります。はい。そして3番目がしつけ三原則です。これが当たり前のことです。さっき言いましたよね、当たり前のことを当たり前にできること。弱い者をいじめるな、仁愛、つまりね、人間として強いだけじゃダメだというのは昔の武士もよく分かっていました。心の広い、愛豊かな人間になることを、武士道として良しとしていたんです。ですからこれが後々といろんな中で立派な人間というのは、この武士道の精神がガシッとね、行動に、こう自分の行動をそれで支配していた、だから尊敬されたということですね。そして3番目がしつけ三原則、挨拶、はい、身の回りの子供さん、ご自分の子供さん、ご自分のお孫さん、身の回りの自分の会社の新入社員、いかがですか、挨拶完璧ですか、みんなこの挨拶の価値を、ちょっと弱めているような気がします。人間というのは人の間と書きます。この間をスムーズに潤滑させるのは、まず第一番目が挨拶ですね。当たり前ですね。ぬーっとして入ってきて、ぬーっとして机に座り、ぬーっとして仕事を始めるって、これ人間らしくないね。おはようございます、ありがとうございます、申し訳ございませんでしたとかね、すみません、ありがとうございました、おはようございます、お疲れ様、この言葉、実はこの言葉、私が言いたい一番大事なことはね、この挨拶がしっかりできる、気持ちいい声で挨拶ができる、これ勇気をつけるんです。挨拶ができない子、挨拶が小さい子です、おへです、勇気がないんです。一歩前に踏み出る勇気を持てないんです。逆に言えば、挨拶をしっかりできたら必ず勇気ある、一歩前に踏み出る、躊躇しながらも前に出る子になってくる。おはようございます、ありがとうございます、いただきます、ごちそうさまでした、考えてみてください。上野さんは高校どこ行ったの？鶴丸高校です。あら、鶴丸すごいな。じゃ、鶴丸がね、初めてそこにね、野球部だとして、
まあ偶然というか何というか同じ学年で、中学一のキャッチャーと、そしてそれとバッテリー組んでいた中学校の時に、全日本を制覇したような選手と、野球ビンタと言いますけど鹿児島弁でセンスのいいショートと、もう見事足の速いセンターがたまたま同じ学年に揃った。そしてあれよあれよと地方予選を勝ち抜いて、甲子園、鶴丸は一回も行ったことないですね、はい、そして甲子園に行きました。そしてなんとあれよあれよと勝ち抜いて決勝戦まで行った。相手は大阪桐蔭、それも実は9回裏まで1対0で勝ってる。ところが、意識したのかピッチャー、9回裏2アウトフルベース、その時サードを守っていたある男はこう思った。準優勝でも鹿児島でパレードしてくれるよな、せめて俺のエラーで負けたってなりたくないから俺の方に飛んでくるなよ。みんな少しそういう心がありました。やっぱり大阪桐蔭対鶴丸高校という思いが心に浸った時に、そこに監督が伝令を飛ばしました。みんな集まれ、監督の伝令を伝える。お前たちが今まで出したことのないような大きな声で球を呼べ、それだけ伝えて伝令を書いていた。散らばったそこで選手たちはサッカーイ、サッカーイ、大きな声でバッターをにらみつけて俺のところに飛んでこいと叫び続けた。ピッチャー投げた、カキン、サードラインのそれもギリギリのところでと、勝った。これが最初の心構えのまま待っていたら、あら飛んできた俺の方だ、 0.001 秒反応が遅れる、土手に当たる、転がる、1人入り2人入りさよなら、そしてどっかホッとする。そうだよな、俺たち準優勝ってすごいよな、はい、人生の中でもそういうことが起こるんじゃないでしょうか。一歩前に出ればよかった、一歩君が好きだ言えばよかった、後で考えれば悔しい、だけどまずは勇気、勇気のためには、発声を伴う、声出し、必ず、全身全霊で立ち向かった時に人事を尽くして天命を待つ、まず子供の時から挨拶だけは完璧に仕上げておく、これ習慣ですから、習慣は後で身につけようと思っても無理です。気がついたら挨拶してる、そういう子を育てたいと思ってやってます。2番目、返事です。返事は何で言いますか。はいはいはい、素晴らしい、はいでした。
これは背景の背から来てます。相手を敬う、尊重する、ええ、上野くん、はい、よし、はい、気持ちのいい灰はドレミファソラシドのどれでしょうか。私が仮にドで言ってみます。はいはい。ちっとも気持ちもこもってない、相手を敬ってない、ね、一番相手が気持ちがいいのが交換音、好きな感じの音、交換音、これがねドレミファソラ、この辺、はいはいはい、ありがとうございます、ね、電話取っても最初ははいでしょ、気持ち、はいはい、何じゃ、ヤクザの事務所にでも電話したんだろうかと思ってしまう、はいありがとうございます、ね、あ、感じのいい声、交換音で、はいです。これはこの習慣、名前呼ばれてはいっていう、ね、子供さんが何々くん、はい、気持ちがいいです、ね、これも習慣です、ね、条件反射です。名前呼ばれる、気持ちいい声ではいという、そしたらね、呼んだ方はね、これもあげようかなと思うんです。これも教えてやりたい。はい。ああ、もういいよ。せっかく財布が落としたよって言ってやろうと思ったのに、はいって言われたらもう言う気もしない。はいという言葉、これは人間の心に素直さを育成していきます。さっきの挨拶は勇気、はいという返事は素直さ、松下幸之助さんが一番大事だと言った素直、吸収力です、いろんな人がアドバイスをくれます。吸収して最後決めるのは自分ですけれども、素直な心、挨拶は勇気、返事は素直な心、3番目は何でしょうか。しつけ三原則もう知ってますよね。しつけ三原則、はい、はい、これがなんと脱いだ靴を揃えるんだ、ね、これ何だろうか。最初は挨拶は勇気、はいは素直、そして脱いだ靴を揃える、美の完成です。美しい立ち居振る舞い、かっこいいですね。居酒屋なんかでみんなで合コンだって、こんな靴が鳴ってる時に後で来た女性がサッサッサッと並べる、それを見たあなた、あ、こいつ嫁さんにしたい、脱いだ靴を揃える。日本人だけ靴を脱いで畳に行きます。その時の意識、美の完成です。だからサッカーの日本代表のサポーター、外国で試合があってボロ負けであっても自分たちが帰る時に、ゴミをそのままにしておけないんです、まるでゴミをそこに置くことは土足で家に入るようなもんです。どうしてもできない。あの大谷翔平、みんな他のね選手たちはベンチの中でひまわりの種ですかね、ペッペペッペで吐きまくってるんですよ。だけど大谷翔平はそれができない。ちゃんと瓶をピッ、グラウンドに入って礼をする、あの線を絶対踏まない、日本人独特な畳文化で育った私たちの、伝統です、汚れを嫌う、まあ、この話はまた別の機会にしましょう、はい、脱いだ靴を揃える。私が
その幼稚園生に教えるときに一つ提案してみました。割と大きな幼稚園でいっぱい、ね、生徒がいます。そこでトイレがあるんですね。トイレにスリッパが並んでるんです、ね、大概ごちゃごちゃってしてます。それをこの敬愛私学校一期生の子供に、君そういうの見かけたらきれいに並べようや、ね、提案しました。そして指切り原版しました。そしてもう一つ条件加えました。誰にも自分がこれをきれいに並べたんだよとか言わないんだよ、黙って並べるんだよ、ね、南北さんだけ言っていいよ。それでやってきて、私のところにやってきて、じゃあスリッパ並べたって、おお私から褒められるからじゃなくてね、お天道様が見てるよって。お願いします。そしてこの3つだけを経典愛人の素読声に出して言う、ね、そこでの基本はさっき言った敬うべきは天であって、自分が自分を見てるんだから自分に恥ずかしい行動はしない、ね、人にバレるかバレないかという選択肢は蹴飛ばせって言ってる。自分が自分をどう見るかということに大事に生きる。そして人のお役に立つ、それが幸せへの道、人間として本物の人間力を身につける方法だということを伝えてます。今日は敬愛私学校、私がいずれこのシステム、今実験中ですけれども、ね、人間として人は何のために生まれ何のために生きるのかの原点、この3つの要素、敬天愛人の要素と、武士道として、これは武士道を分かりやすく、負けるな、嘘を言うな、弱い者をいじめるな、それと人間として当たり前の勇気、素直、美の感性を育てるために習慣化してほしいこと、このことだけを徹底して繰り返し繰り返し毎日やります。そういうことを学ぶ敬愛私学校をいずれ全国展開しますので、その時はお願いしたい、まあ、その時まで私の命が使い終わらなければやりますけれども、ぜひ後を継いでいただきたい。